5万8300人の大観衆で膨れ上がった 5.1 東京ドーム、その大舞台で川田利明は三沢光晴から三冠ベルトを奪取。小橋健太は WWF のベイダーに真っ向からパワーで勝負を挑んだ。そしてこの日、四天王の一角田上明も全日本のプライドをかけた大一番に臨んだ。対戦相手は FMW からの刺客、元世界プラスナックル選手権チャンピオン、ザ・グラジエーターである。体を生かしたパワー殺法でインディーの日本人レスラーを次々に粉砕。全日マットは初参戦、田上にとっては意地でも負けられない相手である。大きいとは聞いてますね。なんか投げ技も豪快だって、ね、聞いてますけど、まあ当たっていくだけで言いますか。あとは大森と井上のね、若さのあのコンビで頑張ってくれると思いますよ。6メートル四方のリングが小さく見えます。30分一本勝負のシックスメンタッグマッチ、正規軍が全を迎え撃ちます。さあボディチェックが行われているところでありますが、両者視点の先に担任の大男、赤コーナーは田上が下がった。さあいきなり青コーナーがグラジエーターだ、グラジエーターだ。赤コーナーは田上は下がっている、そして大森も下がった。井上対ザ・グラジエーター、しかしグラジエーターが指を差したその時は、そう、正規軍東大将田上だ。田上を名指しで呼びました。赤コーナーは井上が出ているんです、しかしその井上が田上にタッチした。早くも頂上対決、田上明対ザ・グラジエーター。両者とも身長が192センチ、田上が120キロ、そしてグラジエーターが130キロ。スーパーヘビー級の2人で始まりました。腕をひねります、グラジエーター。腰をやや落としている赤いショートタイツ、正規軍の田上明です。まずは脳天にチョップを放っていった田上、さあ自ら名指しをしたこのグラジエーター、田上との激突を望んでいました。さあフェイスロックの体勢です。グラジエーターの太い左腕が田上の顔面に巻きついている。これをほどきたい田上。さあややバックに回っている田上、この体勢です。東京ドームに参戦してまいりましたザ・グラジエーター。さあロープに振った。さあ体で当たっていく両者、巨体同士が当たります。ぶち当たるハイキック、まずは田上のハイキック、ラリアット、田上が沈んだ。さあ田上必ずエスケープ、さあ飛ぶか、飛んだ、ノータッチ、高さ122センチのトップロープを変わらずノータッチ飛べ、柵の外まで田上が落ちていった。東京ドームの天井を見つめます田上。さあこの柵の外まで飛んでいった田上、この田上の髪の毛をつかみます。まずはグラジエーターが大技を出しました。さあ場外戦になっているシックスメンタッグマッチ、狩猟同士の戦いとなりました。田上が膝をついています。さあグラジエーターが戻します。非常に大きな、おっと今度はエポンサイドからノータッチ。さあ片エビだ、この巨体、しかし動きが素早いんです。決まった、バックドロップ、田植えもお返し。さあ田植えが今度は円錐蹴り、前に倒れましたグラジエーター、そして右手を差し伸べたが田植えがそれを許さない。大森隆夫が入ってきた。全日本プロレスのエルボーを受けてみよう、そしてバックキック、さあカバーだ、カウントは2です。
グラジエーターの背後に回りました大森隆夫、デビュー5年目であります。その大森を、あっと股間にストンピング、そして素早く青コーナー黒田にタッチです。さあデビュー5年目、お互いデビュー5年目同士、インディお互い意地がある。しかしここは倒立に本日の記念のマット、俺のエルゴを受けてみろ。さあ熱い視線が交錯する。リングの中央で両者押した。これにはたまらず黒田がテイクダウン。さあそして赤コーナー速いタッチワーク、ここは連日井上雅夫が出てまいりました。試合前井上が語っていました、全日の凄さを見せつけてやる。その井上首投げです。おっとトンピング、井上の108キロの体重が黒田の顔面にかかりました。素早いストンピング、国宮と打っていきました。その黒田井上の足を取った、自らの青コーナーに持ってきた。さあここで入ってきたのが保坂です。保坂秀樹、親知らず子知らず日本海の荒波が打ち寄せる新潟県糸魚川の出身です。半時計に回ります。間合いを取る両者、井上正男と保坂秀樹、千日マットで初対決。バックに回った井上がなんとかこの保坂の左腕を取っています。一つ一つの技、何でもないことを何でもないようにするあたり、非常に全日の選手はうまいと全日に参戦してきた他団体の選手は言っています。この井上、教科書通り自分のペースに持ち込んでいきたい。膝を落としました。そして大森です。素早いタッチワーク、正規軍チームワークは定評があります。さあ大森、東京ドーム大会髪の毛を短く刈り込んできました。さあ左膝を取った、膝十字に行きたいところ、アキレス腱。リングの中央です。保坂はロープに手が届きません。あった、この大森の髪の毛をつかもうという、しかしそうはさせない、意地があります。前日の正規軍の意地がある。今日のこの良き日、正規軍が負けるわけにはいかない、そんな気迫が伝わってくる大森。そして田植です。序盤から飛ばしていた田植、さあパワーを貯めてこの保坂軽々と持ち上げました。そしてトップロープ、ギロチンです。田植風格十分、試合前田植は語っていました。全雑誌に載っていたかもしれないがよく知らない、スタイルが違ってもゴムが鳴ればぶつかっていくだけ、その名の通り、言っていた通りラリアット起き上がりこぼし、グラジエーターがカットに入ります。今日は東京ドームでの戦い、器が大きいから大技を見せるよと予告していたこの田植明です。さあ赤子の手をひねるように軽々と田植明、背後に回ってこの保坂の首をひねります。おっと落ちたか、動きがおかしいぞ保坂。東京ドームの高い天井を見つめる赤コーナー大森です。さあブレンバスターか、体勢十分な両者力が入る。おっと返した、保坂が返しました。そしてその保坂がやや茶色の髪の毛、この黒田にタッチ。さあ対角線に振った、ラリアット全日の重みだ、料理したいところです。おっと張りまとめに行こうというところ、顔面を強打しました大森。そして青コーナー3人が入ってきた、入り乱れる試合の権利はこの大森だ。さあ大森孤軍奮闘、グラジエーターだ、このグラジエーター、おっと危ないぞ危ないぞ、グラジエーターが高々と上げた、ハッサンドーン、危ない危ない、井上が間に合った、非常に高さのあるアッサンボム、これをまともに食らっては危ない。さあうつ伏せ状態のこの大森、
もう一回か、前に倒した、ドリースターのさあ、そしてこの大きな大きな192センチのグラジエーターが122センチのトップロープの上から飛んだ、ダイビングボディープレス、田植えが間に合いました。完全に大森の動きを予想してか、この膝を徹底的に痛めつけていく大森、なんとか打開したいところです。さあ、そしておっと、柵の外からこのグラジエーター、本部席の机を持ってきた、危険な、あった、危険な予感がする、マットを剥がした、東京ドームグラジエーターは王道全日本プロレスの25周年記念のこのマットでこの技を出してしまうのか、がっちりとその机を置きました。自らが確認したその机、青コーナー、場内がざわめいています。大森なんとか打開しなければ危険だ、自らの力でこの危機を脱することができるか、全く防戦一方の大森です。ヤングパンサー、このまま沈んでしまうのか。93年から正規軍の一員として戦ってきたこの大森、さあもう一回グラジエーターがその机のところに向かいました。マットを剥がしています。さあ、そして試合の権利、リングの中央です。大森と保坂、その保坂がグラジエーターにタッチしてしまった、危ないぞ大森。さあ、グラジエーターとしては舞台が整っている、この机が光っている、危ない。さあ、抱え上げた、ランディングして、大森が逃げた、うまく見ている、正規軍、波に乗れるか、ラリアット、天井を見つめるグラジエーター、深呼吸、アウエが右に拳を上げました、のど輪のサインだ、チョークスラム、ここで田中が高々と、そして黒田がカットイン、ラリアットをかわした、あった、逆にラリアットを食らいました、田植え、青コーナーは黒田です。黒田が、いや、田植えが投げた、ラリアット、しかし沈まない、受けてた、アイディア一つで返しました、田植え、デビューして10年、 DDT、 田植えアキラ DDT、 そしてトップロックからミサイルキック、井上雅夫、自らの良いところを自分のペースで出してくる、ラリアット、ランニングでのラリアット、サーホールの回転、カウント2、さあグラジエーターに視点を向けました、小坂がカットに入ります、ダブルの攻撃になってしまう、高中を上げた、東京ドームの高い天井、滞空時間も非常に長い、ウェンバッサー、前日の力を見せたい、層の厚さを見せたいところです。さあ、保坂が井上をロープに振りました、挟み込んで天井を見つめる井上、カウント2で肩が離れました。早くも15分が経過しました、30分の一本勝負、正規軍、全日の意地を見せるか。さあ、ここで6人が入り乱れた、試合の権利があるのは、あーっと、関係したい、なだれ式できました、大の字、井上正夫が大の字だ。さあ、カウントが、カウント2で田植えが入った、危ないところでした、井上正夫大の字、小坂のなだれ式のフランケンシュタイナー。さあ、パワーボムの体勢か、
リングの中央です。ハンマーを2つ落としてパワースラム。動きをよく見ている井上。さあ大森タッチだ。さあ防戦一方だった大森が反撃だ。ミサイルキック、高さがある。さあどうだ、カウント2。試合前この非常に高い天井、東京ドームで高さのある技を見せたいと言っていた大森です。胸元にチョップを入れれば大森がエルボースマッシュです。第62代のアジアタッグチャンピオンとして12連続防衛、3年間ほどチャンピオンの座を守ってきた以上の舞台。おーっと脳天から落ちた。大森が沈んでしまうのか。監督ヘッドシザースできました。穂坂、穂坂にも一瞬の隙をついた恐ろしい感覚があります。ラリアットをかわしたバックに回った。必死にトップロープを掴んで拒んでいる穂坂です。しかしエルボーを一発入れてジャーマンだ。ジャーマンスープレックス。2人がカットに入ってきた。6人が入り乱れた。リングが揺れている。さあグラジエーターと田植え、資料同士の場外乱闘。放送席前では井上と黒田、試合の権利、おーっとミルチェック、試合の権利はこの大森だ。大森がカウントを奪うか。カウント2。さあ試合の権利は大森と穂坂です。25周年、自分の団体の創立25周年の記念のこの東京ドーム、 5.1 2パットを取った。大森が飛ぶ。さあリングにドロップ、ストリップエンの穂坂、ジョント3世紀君がやってくれた。最後は大森でした。高さのあるニードロップでした。 5.1 東京ドーム大会、田植えが、大森が、井上が前日の意地、前日の強さを見せました。今日は両脇の若いのがね頑張ったから、もう俺あんまり出る幕ない。まあ若い人のあれですよ、成長著しい大森と井上の成果じゃないですか。いきなりザ・グラジエーター選手から呼ばれましたが、それについては。まあね、外人という歌はああいうとこがあるからね。まあでも言ってもまあね、最初に変なの食っちゃった。三冠ヘビー級チャンピオン川田俊明の初防衛戦決定。 6.12 日本武道館、チャレンジャーは小橋健太。さらにもう一つ、世界タッグチャンピオン川田俊明、田植明組の防衛戦も決定。 6.5 札幌大会、チャレンジャーは小橋健太、ジョニーエース組。ベルトを独占する川田俊明、その黄金時代到来に小橋健太が待ったをかけた。先週のスーパーパワーシリーズ開幕戦、2人は早くも2大タイトルマッチに向けて火花を散らした。98スーパーパワーシリーズ開幕戦、後楽園ホールでの戦いは試合時間20分を超えてまいりました。小橋、エース、浅子組対川田、田植え、菊池組のシックスメンタッグマッチであります。さあ、のど輪どうしか、エルボーでかわして、ラリアットはかわされた。ニュートラルコーナーにぶつけていきます。田植え、ハイキックでかわして、そして、これは、フロントスープレックス。田植えは川田にタッチであります。5.1 東京ドームで三沢を破って三冠奪回。第18代の三冠王者になった川田俊明、ベルトは5本巻いております。川田、その川田に小橋健太が挑みます。ジョニーエースを振ってダブルのハイキック、川田田植え組、そして小橋にもダブルのハイキックを見せていきました。このスーパーパワーシリーズでは6月5日札幌で世界タッグ戦、そしてその1週間後6月12日日本武道館で三冠戦が計画予定されています。
この川田と小橋、川蔵太水、この試合の中でもすでに3回川田と小橋は戦っております。これが4回目。さあ小橋からエースにタッチ、エースは川田をニュートラルコーナー振って、あそこをホイップ、エルボー、そしてラリアット、ラリアット連発で入れていきます。ジョニーエース、さあ田上にも突っかけた、そして小橋が入ってくるジャンピングリー、さあ小橋エースの合体技、ネックブリーカードロップ、さあカバーに入った、カウントが入る、田上がカットに入りました。さあエースから浅子にタッチ、浅子はニュートラル青コーナートップロープに登りました。川田が立ち上がるのを待ってミサイルキック、川田俊明は 5.1 東京ドームでミサオを破り三冠奪回です。ベルトは5本巻いております。しかしこれまで5冠王になったのは5人、通算9回、そのうち6回は2週間以内で陥落しているんです。それだけ5冠王の防衛は難しいということになります。今回その初防衛の相手は小橋健太です。開幕戦でいきなり当たりました川田と小橋、リング上は菊池と浅子です。浅子自らロープに飛んでヘッドシザーソイック、菊池の頭をリングに突きつけた、菊をかわしてレッグシザース、浅子はジョニーエースにタッチであります。エルボーバックを取ったのは菊池、さあバックドロップの体勢か、うん、川田が入ってきてハイキックラリアット、エース菊池にエルボー、エルボーの応酬だ、自らロープに飛んで菊池、おっとこれは潰された、さあカバーに入ります、カウントが入る、カウントは一つ、小橋は田上に突っかけた、エースを指さして、ん、パワーブームの体勢だ、パワーブーム、そしてネックブリーカードロップ、ゲットの真骨頂ここにあり、おっと川田、田上がカットに入った、うん、川田は小橋だ、ステップキックステップキックステップキック、うん、小橋だ、あー、ラリアット回した、再び川田はステップキックステップキックステップキック、うん、握り拳ラリアット、小橋は川田にラリアット、そして田上に引っ掛けてショルダータックル、田上はリングサイド、さあ菊池をニュートラルコーナーに乗せていったよ、ジョニーエース来るか来るか来た、エースクラッシュだ、川に入った、川田起き上がれない、カウント3つカウント3つ、 6.5 世界タッグ戦、 6.12 三冠戦の前哨戦、この試合は27分9秒、なだれ式エースクラッシュからの片指固めで小橋、エース、浅子組が勝利を収めました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。